この世には魔法のような写真が撮れる瞬間がある。東京マジックアワー。この番組はバリューフロミナベーション富士フイルムの提供でお送りします。前回の東京オリンピックに向け整備された六本木通り。今回の撮影の舞台はその六本木通りから少し入ったマンションの1階。中に入ると道着を着た子供たち。ここで織作が狙うのは右三チーナチより構えて1、2、1。オリンピック種目になった空手。外国人の親を持つ子供の姿も多い。日本から世界へ。男女を問わず見事な蹴り上げ。寸止めではない無限流空手道。激しいぶつかり合い。相手の子がこう来たら自分はどうしようかな。常に考え、構えて始め。真剣勝負が育む強い体と強い心。本日の稽古終了します。正面に礼。ありがとうございました。素晴らしかったです。今練習を終えた三姉妹の家族に、ね、すごい綺麗でした。どちらの国からいらしたんですか？まあ、フランスと日本ですよね。あ、そうです、はい、フランスと武道やってて、日本の文化とか、考え方でも言葉でも、覚えようと思いまして、寸止めじゃなくてやってたんですよね、男の子たちと。痛くないですか？たまに痛い。たまに痛い時がある、うん、怪我とかもしない？あんまりしない。あ、そうですか。日本の精神を学ぶ三姉妹を写真に。ワン、ツー、スリー、オッケー。日本の文化が世界へ。